ザラ級従順洋艦の一番艦、ザラよ。水上砲船のために誕生した私は、誇らしい主砲射程と防御装甲を持ち、戦隊機関として戦ったわ。あの運命の夜までは。チャオ、指揮官、会えて嬉しいわ。従順ザラ、あなたの艦隊に勝利と栄光を。よろしくお願いよ。おかえり。ザラはみんなと一緒にいつでも艦閲を待ってるわ。あら、私とポーラはよく外見で褒められるけど、このようにじろじろ見ていては変に噂されるわよ。ティラチュメント、どんな戦場にいようと最後まで粘り強く戦う、これが私のモットーよ。夜空を眺めて美しい星々の輝きを楽しむのは嫌いじゃないわ。それが船の上じゃなければね。余談だけど、実は私、服のコーデが得意よ。今度仕立ててあげよっか、指揮官。指揮官はこの剣に興味が？それとも、他のところがお気に入りなのかな？ザラが誇らしいのは防御装甲だけじゃないわよ。手法の威力、味わってみたいのかしら？難しい任務でもあったのかしら？私にも見せてちょうだい。任務完了よ。報酬がなかなか多いじゃない？指揮官、いい子いい子。指揮官、メールが届いたわ。このまま確認しないと私が読み上げちゃうわよ。誰かからのラブレターかもしれないもの。出撃お疲れ様。気晴らしにワインでもどう？ダメね、こんな指揮官。人を引きつけるところなんてちっともないもの。ザラは指揮官のどんな悩みも相談に乗るわ。遠慮しないで。ポーラはあんな感じであっても、本当は傷つきやすいタイプよ。あの子をいじめる人は、たとえ指揮官でも、簡単には許さないわよ。せっかく指揮官と二人っきりになったし、何かしたいことでもある？耳かき？うん。じゃあ、はい、ここで横になって。もう、指揮官ったら緊張しないでもいいわよ。このザラが優しくしっかり耳かきしてあげるからね。指揮官なら私が言葉に出さなくても分かってくれるよね。今私は誰のことを考えているかな。ま、当てるまでもなく指揮官のことよ。物資をこんなに運んできてくれるなんて本当に頑張ったわね。指揮官、ちゃんとあの子たちをねぎらってちょうだい。グラッチ、手法が敵をより捉えやすくなったわ。機関は慣れているわ。全艦、戦闘陣形、ティーロ！言った通りよ。
指揮官に勝利と栄光あの屈辱的な夜、思い出したくもないわ。私の守り、たやすく貫けるとは思わないことね。防御装甲、まだいけるわ。